お疲れ様です、よしお PC です。今日午前中にパリピデストロイヤーが届きました。パリピデストロイヤーっていうのは1年半ぐらい前ですかね、クラウドファンディングで出資を募られていた、ほんと手のひらサイズのシンセサイザーです。303系統のビキビキするベースなんですけど、もうそれ系は大好きなので、見かけた時に僕もぜひと思って、楽しそうっていうことで購入したんですね。なかなか届かないということで、皆さんクラウドファンディングとかって結構経験されてますかね。まあ、僕もたまにこう、特に今年は感染症もあったんで、T シャツとかね、そういうのはまあ5000円とか1万円程度ではあるんですけど、出資参加するように少しだけ心がけて過ごしていたわけなんですが、まあそのパリピデストロイヤーっていう商品に関しては、紆余曲折ありまして、作者の森口さんが体調を崩されたということで、それまで募集を募っていたツイッターも一時的にこう活動が停止されてしまったような状態で、ご本人も連絡というかそのツイートレベルなんですけど、アナウンスが少し滞ったことによって、まあ出資者の中からは不安の声だったり、どうなってるんだろうみたいなね、心配の声だったり、まあなんかいろいろ上がってたわけですよ。で、楽しみにはしていたんですが、途中でまあもしかしたら頓挫しちゃったかなと、仕方ないなみたいな感じで諦めてはいなかったですけど、まあやや忘れながら生活していたんですね。そしたら今朝、ヤマト運輸さんが黄色い四角い箱で我が家に届けてくれました。で、なんか和菓子のような素敵な梱包でね、ペリペリペリっと剥がして開けたんですけど、まあ今日ちょっとお仕事なんでゆっくり触ることは叶わなかったんですが、家に帰ったらもちろんしっかり遊んでみたいなと、そんな風に思っています。クラウドファンディングってね、なんか自分が出した資金をもとに新製品ができたり、まあもちろんなんかを継続する活動費だったり、挑戦する活動費だったりするっていうことで、まあなんかそんなにね、いっぱいいっぱい参加してるわけじゃないんですけど、一個参加することでこのワクワク感と楽しかったなというか、まあこれからなんですけど、シンセサイザーで遊ぶのはこれからなんですけど、作者の森口さん無事届きました。ありがとうございました。関係者の方もありがとうございました。楽しみにしています。これから鳴らしていくの。まあパリピデストロイヤーっていう名前なのでね、なんかそれで全然届かねえっていう時は、一時期はこうパリピをデストロイヤーする商品だったのかなんてね、揶揄されたりもしたんですけど、まあこれで晴れてめでたく私もパリピデストロイヤーズです。どうぞよろしくお願いいたします。なんか使い方とかはやっぱシンセフリークの方々が皆さんね、購入されて参加されてたみたいで、手元に届いた方から YouTube でこう解説されたり、さらに面白い使い方をやっていたりするので、その辺を見て勉強しながら遊んでいきたいなと思っております。ということで今回は以上になります。いい天気です。今日も一日頑張っていきましょう。お疲れ様でした。バイバイ。